砂糖の製造工程3温糖は、遠心分離した糖液をさらに繰り返し煮詰めて、結晶として取り出した、日本特有の砂糖。加熱により、カラメル色を呈しているが、グラニュー糖や上白糖の白い砂糖と同じ、不純物のない生成糖の一種である。砂糖の製造工程では、糖液の遠心分離により、まずグラニュー糖が結晶として取り出される。しかし、 原子分離後の残った糖液にも糖分は残されており、これを結晶として取り出すために再加熱を繰り返してできたものが三温糖である。この結晶させるたびに再三再し糖蜜を加熱していることが三温という名の由来になっている。一部の製品では上白糖にカラメル色素を添加したものがある。三温糖には特有の風味があり、上白糖より 甘みが強く感じられ、風味を生かすため、煮物などに使われることが多い。酸温糖は褐色になっていることから、他の砂糖に比べて、ミネラルが豊富で体に良いと思われがちである。確かに、上白糖やグラニュー糖と比べた場合、酸温糖の方がカリウムやナトリウム、カルシウムなどを多く含むが、大差はない。なお砂糖を生成する前の素糖を用いて作ったもので、 カソナード、キビ砂糖などの名称を付けられているものは、成分に糖蜜を含むことから、酸温糖とは別種のものである。これらも酸温糖と名付けられて流通しているものもあるため、混同されやすいが、食品の原材料名に、糖蜜、原料糖、素糖と記載されてあるかどうかで見分けることができる。ありがとうございます。